エトラちゃんは見た。私はユリ、大学生だ。進学したのは実家から通える距離の地元の大学。本当は一人暮らしがしたかったのだが、許してもらえなかった。母が心配性なのだ。というより若干過干渉でもある。例えば、ユリ、あなたこんな時間までどこで何してたの？いや、こんな時間ってまだ夜の8時だよ。うちは門限が7時なの。それを1時間もオーバーしてるんだから、これは由々しき事態よ。とにかくこれからしばらく門限は6時にします。いいわね？そしたら大学終わったら直帰しなきゃいけなくなるし。そうしろって言ってるのよ。そんな。とまあこのような塩梅で正直かなり疲れる。早く一人暮らししたいな。はあ。またため息ですか、ゆりさん。あ、ゆずりはちゃん、お疲れ様です。この子はうちの学科の後輩のゆずりはちゃん。しばらく前の新刊コンパで知り合って以来、こうしてよく喋っている。なんでも私がゆずりはちゃんのお母さんに似てるらしく、安心するのだとか。そんな私たちだが、ある共通点がある。それは、実はさ、またお母さんの束縛が激しくて。ゆずりはちゃんのところはどうなの？ほら、例の彼氏。ええ、こっちも相変わらずです。ゆずりはちゃんは立花という男性と付き合っているらしい。聞くところによれば、この人はなかなかの問題人物なのだ。例えばこれは数日前にゆずりはちゃんから聞いた話だが、実はですね、この前も同期の子と一緒にご飯を食べてたんですが、立花くんが乗り込んできまして。それは大変だったね。まあ私も恋人が異性と二人で食事してたら嫉妬するかもだけど。でも一対一じゃなくて複数人ですよ。女の子だっていましたし、立花くん、私が他の人と一緒にいること自体すごく嫌うんですよ。多分私の交友関係をかなり狭めたいんだと思います。自分しか頼る人間がいないようにして独占したがってるというか。もしかしたらうちの親もそうかもな。正直そんなことされたらたまらないよね。はい、毎日息苦しいです。ちなみにゆずりはちゃんはその彼氏と別れようって思ったことないの？何度かあります。でも別れ話を切り出したら暴力を振るわれて。暴力？それって警察に行った方がいいんじゃん。そんなことをしたら今度は殺されるかも。とまあこんな風にかなり切羽詰まった状況なのである。同じ悩みを持ってる後輩だし、なんとか助けてあげたいけど。あの、ゆり先輩、これは提案なんですが、一緒に作戦会議しません？え？作戦会議？はい。ほら、私たちって束縛されてる者同士じゃないですか。だから互いに培ってきた対処法を共有できると思うんですよ。そういうものかな。それに私もっとゆりさんとお話ししたいです。同じ悩みを抱えている仲間と話せば少し孤独感も紛らわせますし。なるほど、確かに。よし、乗った。ついでに法律関係も学びましょう。いざとなったら訴えられるように。そうですね。と言ってもどうしようか。会う回数を増やすってのも難しそうだよね。現にこうして学内の食堂くらいでしか会えないし、ゆり先輩は門限がありますもんね。私は立花くんの襲来が怖いし。あの、実は前から考えてたんですけど、もしよければ交換しません？メールアドレス。そうすれば離れてても会話できますし。でもうちのお母さんスマホのチェックとかしてくるし。メアドなら大丈夫ですよ。不安なら登録名を表示とかにすればいいですし、メールなら1日何件もたまりますから、カモフラージュになります。ダメですか、ゆすりはちゃん？そうね、じゃあメアドだけでも交換しよっか。はい。そんなわけで私たちは連絡先を交換した。その日からというもの、結構頻繁にメールのやり取りをした。すると学内で話していただけの時に比べて心細さがますます減った。しかし人間というのは欲深い。私とゆずりはちゃんも例外ではなかった。今日も静かですね、ゆりさん。そうだね。私たちは休みの日にも会うようになっていた。もっともプライベートで二人きりで会うというのはバレた時が怖い。だからいくらでも言い訳ができるよう、同じ職場でアルバイトをしてシフトを合わせる形でやった。近所に週1から入れる喫茶店があったので、そこで二人揃って勤めることにしたのだ。ちなみにメールのやり取りはまだ続いている。昨日なんて、今週も喫茶ツツジでのバイト頑張りましょうという連絡が来ていた。文面からどことなくそわそわしているのが感じられて無性に可愛かった。2人ともお疲れ様。休憩していいよ。はい。やっぱり働くのっていいね。ええ、
いろんな人と話もできますし、まあここにこぎつけるまでにかなり時間がかかったけどね。私はシフト時間が絶対門限を破らないよう釘刺されたし。18時厳守、女だけの職場。私は勤めてるのが女性オンリーの職場じゃなきゃダメって言われました。苦労するね、お互いに。はい、いらっしゃいま。え、立花くん。おお、ゆずりは探したぜ。さあ一緒に帰るぞ。何言ってるの、なんでここに。決まってんだろ、お前を連れ戻すためだ。邪魔な奴はこれで脅かすのさ。例えばユリってやつとかな。どうしてユリさんの名前を。メールボックスを見たんだよ。何度かお前に俺と別れるようそそのかすメールも送ってきてたよな。でもそれは誰だってそうするよ。ユリさん、ダメです。うん、そうか、お前がユリか。よくも俺の恋人をたぶらかしてくれたな。たぶらかす。許さねえぞマジで。てめえちょっと表出ろよ。待ちなさい。さっきから聞いてれば好きかって言ってるじゃない。たぶらかしてるのはユリじゃないわ。お宅のユズレハさんでしょ。お母さん。え、うん、なんだババア。ガンダもガンダもないわよ。メールボックスを見てみれば教授とバイト始めたって書いてあるんだもの。絶対裏があると思ったのよ。見られてる。し忘れてるメールとかあったのかも。それで気になってバイト先を覗いてみれば、相手は教授じゃなくて若い娘さんだもの。これ登録名をいじったってことでしょ。何かやましいことがあるに決まってる。だから今日は見張ることにしたのよ。見張るって。おいババ、目は引っ込んだろ。俺はてめえのバカ娘に用があるんだよ。噛むのはそちらの方よ。大体何よ、この子あなたの恋人なの。彼女の手綱くらいしっかり握りなさいよバカ。なんだと、てめえこそ娘のしつけもろくにできねえのかよ。うるさいわね。これが終わったらしばらく出禁にするわよ。そりゃいいや。あとよ、ゆずりは。そこのゆりってのはもうお前に付き合ってくんなくなったぜ。そうと分かったら帰るぞ。お前もお仕置きだ。やめて、話して。いい加減にしなさい。ゆりさん。ゆり、あなたいつからそんな暴力的になったの。お母さんも黙って。あのさ、さっきから手綱を握れだのしつけしっかりしろだの好き勝手言ってるけど、私たちはあなたたちの所有物じゃないの。これ以上支配しないで。お母さんはあなたが心配で。それでも限度ってのがあるよ。とりあえず今日のところは帰って。ほら、あなたも帰りなさい。警察呼ぶよ。てめえ覚えてろよ。ユリさん、ありがとうございます。ユズリハちゃん、あの人と同棲してたっけ。もしかしたら今日は帰らない方がいいかも。そうですね、最近は立花くんのアパートに住んでましたけど、今日は自分の家に帰ります。住所も彼には教えてませんし。え、そうなの。一度も家に呼ばなかったってこと。はい、まあこういうこともあろうかと。あのユリさん、もしよければ今日はうちに泊まっていきませんか。そうね、私も今日は家に帰りたくない気分だし。そして私はその日ゆずりはちゃんの家に泊まることになった。あー、綺麗な部屋だね。ありがとうございます。実は母と住んでいた部屋なんです。え、お母さんと。はい、まあ私を置いて出て行ってしまいましたが。ゆずりはちゃん、そんな過去があったんだ。じゃあお母さんのいないゆずりはちゃんにとって私の悩みってすごく贅沢だったんじゃ。ごめん。え、その私、お母さんからの束縛が辛いってよくぼやいてたけど、もしかして嫌だった。ああ、いえ、お気遣い無用です。人には人の悩みがありますからね。ただやっぱり少し寂しくもあるんです。もしよければしばらく一緒に住みません。ほとぼりが冷めるまで。それもいいかもね。ん、お母さん。ゆずりはちゃん、そっか、やっぱり寂しかったのか。今日はあんなことがあったばかりだし、少し甘えさせてあげようかな。よしよし。お母さん、ママ。ん、あれ、服がまくり上げられてる。やばい、これブラジャーまで行くかも。完全に寝ぼけてる。止めなきゃ。ゆずりはちゃん、待って。あ、え、ゆずりはちゃん、どうしたのその格好。あ、ゆりさん、起きちゃったんですか。見ての通りです。ゆりさんに甘えようとしてるんです。前のママが出て行っちゃったんで。前のママ。ええ、私赤ちゃんプレイが趣味でして。ですから定期的に新しいママを補充して、こうやって甘えて暮らしてるんです。
ママというか彼女ですけど。待って、さっきお母さんと暮らしてたって言ってたけど、それってもしや。はい、それも恋人のことです。実の両親は実家で暮らしてます。そっか。って、あれ？でもゆずりはちゃんって橘さんと付き合ってるんだよね。あれは単なる仕込みです。同じ悩みを持つ者同士って設定ならゆりさんと手早く仲良くなれると思いまして、束縛強めな男を引っ掛けたんです。待って、どこからどこまでが計算づくなの？まあ全部ですよ。あの人たちがバイト先で鉢合わせするのも含めて。覚えてますか？直近で交わした今週も喫茶ツツジでのバイト頑張りましょうってメール。それを見て立花とゆりさんのお母さんが店に突撃してくるかもと思ったんです。どうせメールボックスとかチラチラ見てるだろうし、いい巻き絵かなって。さ、とにかくこれでゆりさんは家に帰りづらくなりましたね。待って、もうこれは同棲しかありません。安心してください、立花のやつは徹底的に振ります。男との縁の切り方はうまいんです。とりあえずゆりさん、いやママ、今日のところはおっぱい吸わせてほしいでちゅ。パブ。お母さん！あなたがお母さんになるんでちゅよ。その後のことはあまり覚えていない。私は無我夢中でゆずりはちゃんの家から飛び出し、気づけば実家に戻ってきていた。ゆり、おかえり。ごめんなさい。お母さん、あなたのことが心配で過干渉すぎたみたい。これからは気をつけるから。その、仲直りできないかしら。ゆり？どうしたのよ。こうして、私とお母さんは思いもよらぬ形で和解した。その後、私はバイトを辞めて、ゆずりはちゃんとも距離を置いた。彼女はしばらく私にメールを連打してきたが、ある日ぶっつりとそれも途絶えた。後日、喫茶店の店長のツツジさんと仲良さそうにホテルに消えるゆずりはちゃんの姿を見たが、深くは考えないことにした。ちなみに立花さんは警察に捕まったらしい。ゆずりはちゃんに別れ話を切り出され、襲いかかったところを周囲の人に抑え込まれたという。果たしてそれも計算づくなのかどうか、真相は闇の中だ。世の中は私が知らないだけで危険なことはそこら中に潜んでるのね。お母さんが過保護になってたのも少し分かった気がする。ただいま。おかえり。それからしばらく私は自分の意思で実家で暮らし、門限を守った。そして、本当に行くの？ユリ、一人暮らし大変よ。でももう契約しちゃってるし、入居日は今日の予定だし。そう、せめて体に気をつけてね。お母さんも。お母さんの過干渉はようやく治ってきた。やっぱり親子は本音でしっかりぶつかり合うべきなのかもしれない。そうしなきゃ掴めない距離感というのもあるんだろう。ちなみに家にも何度か顔を出してもらってもいい？ダメかな？やっぱりお母さん寂しくて。いいよ。この程度なら愛の範疇か。それじゃあ行ってきます。いろんなことがあったけど、なんやかんやで私は大人になりつつある。ご視聴いただきありがとうございました。いやいや、赤ちゃんプレイが趣味だからといっても、そういうプレイは双方の合意があるからこそ成り立つものではないんですかね。寂しいからって何でもしていいわけではないでちゅう。何せよ過干渉すぎるのも良くないというわけですね。まあこの一件で世の中に潜んでいる危険が知れて注意深く生きれるようになったから、ある意味良かったのかもしれません。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。